今回はサウジアラビアのリヤドというそのサウジアラビアの首都の中心部に位置する、キングダムタワーという建物があるんですけれども、キングダムタワーというのは、日本でも最近有名になりつつある、キングダムホールディングスという、サウジアラビアのウォーレン・バフェットと言われてます、アルワリド・ビン・タラル王子という方の所有物です。資料の1枚目、これは写真になってるんですけど、ちょっとこの写真を見ていただきますと分かります通り、とにかくサウジアラビアというのは他に高い建物がないんですね。両脇がそのホテルのエントランスとショッピングモールになっています。でこのショッピングモールの方がサウジアラビアでは結構大きなショッピングモールでして、サウジアラビア人が夕方ぐらいから車でここにショッピングモールに乗りつけて、で私が行ったのがこれ昼間だったんで、まだ人はそんな多くないんですけれども、ここは夜になるととにかくすごい人混みで、サウジアラビア人のいわゆるデートスポットだそうです。で私が行った時も結構サウジアラビア人のその白い男性と真っ黒い女性、そういったサウジアラビア人カップルがここにデートなんかに来てまして、でそれでここで景色を楽しんで、でサウジアラビア人も携帯を使ってこうやって景色を写真に収めたりしてるんで、そういうことをやってました。でこれ次のページめくっていただきまして、この次の写真がサウジアラビアのキングダムタワーから、キングフェイサリアタワーの方に向かって見た時の眺めです。でちょうどこの写真の中心部に写っているこのとんがっているビルがキングフェイサリアタワーといって、リヤドの中でその2つの高いビルのうちの1つです。でこのキングフェイサリアタワーと、あと今お話しているのがキングダムタワーで、この2つがサウジアラビアの、2大観光名所となっていまして、サウジアラビア人のカップルなんかが、こういうところに遊びに来たりしています。でこの写真を見ても分かる通り